MMA 侵略、ツチノコに乗っ取られるシカノコが面白すぎることについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。今回よそ様出てくるの多くない？季節合わせてきたと思ったらそんなことなかった。猫ちゃんの夏服披露する間もなく冬服に戻った。二の腕のプニプニ具合見せてください。お願い、たぬきこうじちゃん。シカノコネタが危なかったりネタかったり相変わらずおもろい、なんとも言えないフォルムだけれども、ワンプリとつながった。日曜日にも見たな、ツチノコ。こいつもなんとも言えないフォルムだろ。なんとも言えないフォルム。ツチノコのこのココシタンタン。ツチノコといえば砂猫とセット。ようやくツチノコのネタに。ツチノコ流行ってるのか。プリキュアといいツチノコ流行ってんのか。り、怯える猫ちゃんかわいい。ツチノコは光らないから、ツチノコには見えないツチノコとシカノコ。角でガッツポしてるのかわいい。これもしかしてノコタンガかノコ化した元凶のジェノバウイルス的なやつ。少なくともワンプリには出てたが、この前プリキュアで話題になったツチノコ。ワンプリとツチノコでつながった。おいバカやめろ、マジで今回いろいろ攻めすぎだよ。コシタンがボケ側に入りつつあるので猫ちゃんの負担が増してきた。逆にツチノコと言い切れるのか。チハルに名前つけられた。ツチノコのこのこのこタンタンのオープニングは土色 DAYS なんです。猫山田ちゃんのセリフを部分的に聞くと花よなんだよな。本当にテンションだけでやってるなこのアニメ。ツチノコ可愛く見えてきた。もちろんってなんだっけ。なるほど、絵付けしよう。なんでもかんでもシカせんべいで解決。香川県民に茹でられないように気をつけてほしい。ツチノコのこのこ動画が作られるな。シカせんべいと草とタピオカしか食べるもんないのか。なんでツチノコという最近のフィクションでもめったに出てこないものがプリキュアと被るんだよ。頭パカにもう誰も突っ込まないのおもろい。シカせんべいはお気に召さない。ツチノコはシカせんべい食べないだろ。頭からシカせんべい出てくるレベルでは全く突っ込まない猫ちゃん。ならでもシカせんべいが落ちてることなんてねえよ。ツチノコでもタピラねえよ。どうやったらこんなネタが浮かぶんだろう。なんか今回のシカノコ濃厚で長く感じる。なんでチョーク気に入ったんだよ。チョークを食べるツチノコ狩り。ようやくツチノコじゃないと気づいたノコタン。もう頭が開閉してシカせんべいが出てくることに誰一人疑念を抱かないのが。ちなみにシカ部にはプリキュア二人います。タイトル回収は結構してそう。チョークって食いもんでもなんでもねえだろ。めっちゃ面白いわ。もうツッコミが追いつかない。チョーク好きな謎の生命体。もう当然のように頭が開閉してるけど誰か突っ込んで。猫ちゃん射抜かれた。ツチノコだったとしてもシカせんべいとかタピオカとか装飾弁だろ。状況が飲み込めないコシタン。シカノコ今週は面白くないだけで面白かったな。可愛いのはあなたですよ。超イカレ会が終わってしまった。セントくんネタは絶対やると思った。ああ、突っ込み続けていたら終わっちまったじゃないか。シカ山田さんもツチノコガチ勢になっちゃった。え、こいつレギュラー化すんの。シカ部と生徒会共同で買うの。この短編形式なかなか良いんじゃないか。スピード感あって。今週も安定感のある意味不明さ。あの得体の知れないもの、買うのか。意味わからないまま終わったいつものことか。今週、いつも以上にわけわからなかった。何やったんや結局あの丸いやつは。先週から猫ちゃんがシカに汚染されているような。今週も人類には早すぎる内容だったぜ。終わった。てか今週も攻めたなぁ。払いてぇわ。ツッチーという天敵の登場により、ノコタンの新鮮味あふれるリアクションが見られたのが今回最大の収穫ものでした。これまで振り回す側だったから、想定外の困惑の様子が見られて面白かったです。とりあえず公式はディズニーとセント君にも謝れ。ちょっと今週暴れまくってませんか。結構ギリギリのところ攻めてません。折り返しだってのにいつにも増して役わからんかいやったな。めっちゃ突っ込みながら見た。猫山田さん怪獣されまくってる。
そしてクラスメイトにみつきちゃんの人いた。今回も面白かったというか、短編数本プラスちょっと長めの話っていう構成にとても既視感がある。今回はテンポの速さがガポクテキピックのそれだった。特に前半やっぱり米付きで突っ込みまくるのが最適なアニメだ。今週もよくわからないうちに30分終わってた。すっかり終わりの時間だ。今回も面白かった。今週いつにも増して難しい回だったな。終わっちゃった。今回もコシタンが可愛かった。今回も訳がわからなかったけど面白かった。なんだろう、強制的にショートコントをたっぷり見せられたようでどっと疲れた。パロネタとメタネタのオンパレードすぎる回だった。正直に言います、秋田小飯めぐみさんの落差賞ミニエピソード18本、なんかいろいろあったけど推しの子の余韻に浸ってるんであんま覚えてない。唯一覚えてるのシカブザロックで草馬車目をもっと見たい。折り返し18本さすがでした。今週もめちゃくちゃ面白かった。テコ入れ緊急会議だとリーダー馬車目の作る謎のお茶めっちゃ苦そう。キャスト特番もカオスになる気しかしない。何そのテコ入れって聞いてないぞ。失禁にしちゃったぞその日は。お前猫なのにツチノコを好きになったのか。向こうの猫はツチノコ見てこの世の終わりみたいな顔してたぞ。不条理ギャグアニメあるある、所詮あり各方面への危険なパロディが多い。そんな気がする。正体不明のツチノコという名前の何かが生き物として学校で飼われてしまうアニメって、いやー今回は参った。いい意味で吐きそう。多分褒め言葉、ここまでむちゃくちゃやれるんだって一種の感動を覚えつつも、展開の全てが人類には早すぎた内容ばかりなので SA 抜きをガリガリに削ってゆく。マジで精神にダメージきた。コシタンの夏服、グヘグヘ共感エンディングアニメで流れてくるあれはツチノコだったのか。冒頭見られなかった部分は日曜日の地上波で保管しよう。シカノコノの脱皮とか、ツッチー登場とか、今回も色々と暴れてたの本当に面白い。A パートだけで18本連続でエピソード続いてお腹いっぱいってレベルじゃねえぞ。面白すぎてわけわからなくなってしまった。急に鉄腕ダッシュが出てんってなった。のコタンって脱皮するの、メルカリで出品したかど、ツバメタニさんが買ったのか。今週良かったと思うのだな。来週からも期待できそう。いや今回過去一雑だったんだけど、なんだろ、体感時間は過去一レベルで短くて、マジでよくわからん感覚。こんなにも新感覚を味わってる作品マジで初だ。すごい不思議な感覚マジで。まこの感覚は言葉じゃうまく説明できない形容しがたい感覚。今回は真夏のカオスネタ祭、 A パートはジェットコースターに乗ったかのような怒涛の小話18連チャン、B パートは夏に入ったのコタンが冬毛から夏毛、そしてのコタンが持ってきた謎の物体に猫ちゃんが容赦なく突っ込む。1話の中に何本もは詰め込むのは見たことあるけど、 A パートで18本消化するのは初めてで本当にヤバかった。塔が鹿になりそうだった。ツッチーがアニメ化されてよりキモさが伝わって可愛かった。息を吐く暇もなく止めどなく流れてくる絶妙なラインの小ネタで攻めた A パート面白かったし、のコタンの頭からつま先まで制服含む崖という衝撃事実が頭に残り続ける。 B パート今週も常人に割とできないシカノコの世界ありがとうございました。本社を置いてる車屋はエンジンの型式認定でイカサマして大赤字だし、市役所と税務署は駅からめちゃくちゃ遠いし、そのせいで確定申告の時期には数少ない4車線道路が麻痺するし、日野が陣地の及ばない真靴なのは本当だと思うよ。今回もマジでカオスだったな。冒頭からいきなり実写でびっくりしたし、前半は怒涛の短編集、後半もとにかく何がなんだかわからなかったし、正直ここまででも一番カオスな回かもしれない。原作からそれた回だが、テンポが良かった土の子だとか、その後の犬や猫のセリフでワンプリとあった回だったな。姉妹ゆりいけるといったモブ、雪眉もいけるだろ。ショートいっぱいお得だった。
と思ったらまだ A パートだった。すげえ。こちらでもすごいことやってる。18本の短編ってなんだよ。召喚状が追いつかねえよ。推しの子の感動返してもろて、今回はいつにも増してメタ&パロのオンパレードガールズバンドの波にもちゃんと乗っていく。ちはるかは良いわ。最後の SHIKA 部おもろすぎた。次回も楽しみ。はじめは誰得アニメなんだって感じで変な雰囲気全開だったのに、最近ではシュールな笑いにハマってる自分がいますね。今日もよくわからないうちに30分が終わってた。のこたんの衣替え、スッチー、その他もろもろ、ちょっと不思議な生命体ばかりだけど、よく見ると可愛いのか、猫が鹿部の背部を狙ってるけど、鹿としてのポテンシャルの高さ見せてくれたね。コシタン反応が乙女ですごい可愛いし、なんだかんだギリ硬いとこもあって好きだな。あと5話でのツッコミ面白かった。のこたんとキオリシカとは思えない体のデザインになってて、それが後からじわじわくる。ツッチー、もしも商品か、縫いとかでされようものなら買ってしまうかもわからん。いろいろツッコミどころ満載だったけど、これはあかん。のこたんに、謎の模様ができて、いもち病の話になってました。そして、鉄腕ダッシュのネタの素人は黙っとれが、いろいろコラボしてますね。鹿の子6話も面白かった。まさか短編集を挟むとは、やっぱり猫ちゃん可愛い。ミニショートストーリー集の A パート良い意味で何も考えず面白く見れたわ。なんかずっと見てられる。そしてあの土の子？なんなんだ。猫山田さん可愛いなぁ。病気じゃなくて毛の生え変わりでした。脱皮にしか見えないけど、その後、謎の生物が出てきたけど飼うことになってました。いろいろカオスだったけど面白かったです。18本立ての短編エピソードを詰め込んだ A パート土の子なる機械な生物に翻弄されるのこたんと猫ちゃん、なぜそこまで土の子に執着するのか、のこたんの機械な言動に対する猫ちゃんのツッコミが安定すぎた。のこたんはのこたんで、鹿と人間のハイブリッドなんだから未確認生物って言えるでしょ。ショートストーリー。一つ一つは短いけど、その中でちゃんと全部ニコサと今作らしいシュールさが詰まってて見応えめちゃくちゃあった。ツチノコ、を通して生徒会とのつながりも濃くなった。鉄腕ダッシュ名前ごと出してて草生えたこのアニメに恐れるものはない確信。猫ちゃんは気づかないうちに鹿部に侵食されていってる。猫シタンの半袖もよかった。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。